はい、皆様どうもこんにちは、サンフランシスコ太郎でございます。本日は人生初カプセルホテルに泊まるということで動画を回させていただいております。それでは早速行っちゃいましょう。はい、ちょっとカプセルホテルがですね、ご飯がついてないので、ちょっとコンビニでご飯を買い込んでラウンジで食べていきたいと思います。なんか地元に詳しい人に教えてもらったんですけど、なんかセイコーマートが結構安いっていうことでしたので、そちらのセイコーマートさんで買い込んでいきたいと思います。こちらが噂のセイコーマートさんでございます。無事食料調達できましたんで、一旦ホテルの方帰ります。日課めっちゃ美味しそうでございます。はい、まずこちらですね、札幌の北海道限定のビールを購入してまいりました。めちゃくちゃ美味しそうでございます。そしてですね、こちらが中華サラダでございます。これもめちゃくちゃ美味しそう。そしてですね、メインディッシュがこちらでございます。ザンギ弁当。ザンギというのは鶏の、もも肉とか、なんか鶏肉って感じですね。美味しそうでございます。早速いただいていきたいと思います。いただきます。はい、まずはですね、メインディッシュからいただきます。ザンギ弁当。おっと、はい、こちらザンギいただきます。おー、ザンギ、うん、めちゃくちゃうまい。そしてこれをビールで流し込みます。ふうわー、最高だぜ。はい、ということでお弁当食べていきます。ごちそうさまでございました。大変美味しゅうございました。はい、無事お腹もいっぱいになったところで、シャワーを浴びてゆっくり休んでいきたいと思います。それでは早速行ってきます。ふう、はい、無事シャワー浴びてまいりましたので、こちらお水いただいていきたいと思います。いろはすでございます。それではこちらのいろはすいただいていきます。ごく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 、うん、お風呂上がりのイラハスマジで最高でございます。はい、ということで本日は人生初カプセルホテルに泊まらせていただきました。とてもいい経験になりました。カプセルホテルめちゃくちゃ快適でございます。ということで本日は人生初カプセルホテルの動画を撮らせていただきました。本日はこちらでお別れとさせていただきたいと思います。皆様またお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。